いらっしゃいませ。どうしよう、どうしよっかな。とりあえず盾買ったけどさ、レベル上げなきゃいけないかな。スナックが悪いかな。ヤシラはねいいと思うんだけどな。あれかな、シルフィーちゃんがちょっと全然役不足だったかもしれない。サポートタイプでね、こっちにケパリンにしようか。じゃあ一旦ケパリン。まあまあ、けどパターンは、相手の攻撃パターンは覚えたから、もう一回行ってみよう。攻撃パターンはもうしっかり掴んだから、あとはね仲間がねちょっととやられちゃったからね。さっきのはジニーズは頑張ってたよ。ジニーズはその他ね、アシュラしかり、シルフィーしかり、ポンゲしかりってなわけで、今回ボス戦からお送りしたいと思います。よく来たな。え、何これ。何が出るかな。ルーレット、宝箱。わっ、完璧に赤が外れだと思った。完璧に、もうびっくりするぐらい赤が外れだと思った。はい、到着いたしました。まあとりあえずね、パターンはある程度分かったんで、もう HP が高いっていうか硬いのかな。なのでもうどんどんジャラブレイクは打っていって行きましょう。外れてもいいから、外れてもいいけど、できるだけ当てる方向で、んで味方が倒れた場合は即座に立ち上がらせて HP の管理をしっかりして、ボトルはとりあえずねぬるぬるでいいのかなと思って、ぬるぬるを解除のボトルにしました。とりあえずね、こんな感じでいきます。いくぜお前ら。あとこの試練2個あるんでしょ、やばくない。
やばくないですかね。どんどん行くよ。よし。よしよし、早速。よしよし。で、あ、回復じゃなくて、あれ？よし。あ、変えちゃった、変えちゃった。あーもうやめて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 お前ら、ちゃんと離れろよ。よし、これは逃げれる。おい、アシュラバカ、アシュラ大丈夫だな、まだ大丈夫。回復はまだ大丈夫。早速終わったか。今の食らうの。しっかり当てていこう。しっかり回復はまだ大丈夫。まだまだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。近づいて。おお、いや、避けた。ラッキー。離れろバカ。あ、コロンは使おうね。よし、コロンはどんどん使おう。ここ、ああ、これはガードだ。ガードだって言ってんのにまた間違えた。もうジャラと左と右間違えるんだけど。うん、ガードガードガード、もう間違えない、絶対に絶対。あー、ダメか。ガード、よし、ガードできてんのか今の。ジャスガードできてない、できてないかい。あぶねえ。今味方もやばかったと思う、今のは。止めろ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 。止まらねえこいつ、強えわ。大丈夫だな、お前ら生きてんな、まだ。お、ここアンチアンチアンチ、ここアンチ、ビビんなビビんな、アンチアンチ。じゃあスガード、おしこ。あー、ちょっとちょっとあれだな、回復打っとこう、もったいないけど。ケパリンが危なかった今。溜まるよ溜まるよ、撃てるよ、撃つからね、撃つからね。停止して撃て。よし、くそ、今のも無理か。ほれ、届いたね、届いてんね。よしよし、パターンしっかり読んで。口寄せの術、これはね、JP 回復できるチャンスだから。逆に言ったら、JP 回復できるチャンス。アイテムが落ちればね。アイテム、ドロップがね。ドロップすればね。ちょっと、ちょっと、先倒そう、先倒そう。先、あ、先、ちょっと、また挟んだ。あいつにまた挟んだ。先倒せ。おっしゃい、レベルアップ、なんかラッキー。なんかラッキー。で、回復して。回復じゃなかった、もしかして。もう半分いってる。おい、ジャスガー食らった。よいしょ、みんな大丈夫ね、 HP 大丈夫。よし、完璧。いけるいけるいける。ダブルダブルなんとか。ジャスガード、早かった。なになになに、あー、暴走モードね、暴走モード入った、暴走モード入った。ウェイヨー、ラッキーかひえ。あー、回復しろ、あぶねー。コロン使います。なんでさっきバカバカ言いやがって。誰に泣かしてんだ、俺に言ってんのか。やっちまうぞ。あー、当たりに行った、当たりに行った、今のは完全に。
何そのコンボ。あー止めて、回復大丈夫、回復大丈夫、危ない、回復大丈夫ですね。あーもう一発来る、ちょジニーズバカ、まあ、当たんねんこれ、止めろ止めろ、この後、この後好きできる、好きできる、よし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 よ当たっちゃった、回復はまだ大丈夫、コロン使ってガーッシュ回避するよりあのガードよりジャスト回避の方がいいんじゃね、ミスったら大ダメージ食らうだろうけど、カイッ無理無理無理、さすがにね、その何発もできるやつじゃないよ、おいー止まって、回復しましょう、ラスト、もう回復ないやね、もう回復、ガンガン行こうぜ、行こうみんな、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜみんな、スナック溜まってる、よっしゃ、行くぜ、強えのこいつ、こいつどうなん、強えの、おりゃ、お、ロックオン、ロックオン、ロックオンしてる、ロックオンロックオンしてる、おひょい、勝った、なんとか勝てた、ルビーロ宝石、帰ろうか、こいつでフィニッシュしたくなかったわ、なんか破綻さえ分かればね、なんとかなるね。はあ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 。あれだね。あのジャラの変更権だね。剣のジャラ変更権。よしよし。あれはなんだろう。一番右は宝石かな。宝石だよね。多分。ルビー色宝石とかじゃないの。悪魔のなんとか、まあけどでこっちの方がいい、これねレッド系の中にもすっごくレアな染料取っとけばよかったから、でなんか天狗王の蹄鉄よさげだね、なかなかよさげだね、よし。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとう、ピノキオ。ちゃんと見せ番し、いや、ピノキオ、お前は見せ番してなかった。最後一緒に戦ってたよ。うん。ありがとう、ピノキオ。しっかり見せ番やってくれたか。もちろんです。もうずっと接客してまして、バッテリーが切れそうです。最近おすすめのメローラ画像は、今一番ホットなメローラニュースはねえ教えて、ついさっきポニーテール画像がネットにアップされたんですよ、やっぱり一番はかかとですが、うなじもなかなか、いやもう興奮して1000回は保存しましたよ、ついさっきってだってはっ、おいおい
前まさか。よし、ピノキオ、画像検索履歴を見せてみろ。音声を認識できませんでした。はい、ってなわけでとりあえずね、1個目の試練、剣の試練をクリアしたんで、一旦ここで区切ろうと思います。次あと残り2つね、やっていこうと思います。また今回みたいにね、一回全滅してしまうかもしれないけど、パターンさえ見つけりゃね、攻略できるっての分かったんで、諦めずにいこうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。